今回のマッチアップはダリウス VS レネクトン。全スキルを投入してもダリウスは落としきれないか。だがフューリーを貯めると大きく化けるぞ。チャンスをつかみ取れ。はい、こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はレネクトン対ダリウス。レンはトップです。 OPGG のデータではダリウスの勝率が 54%、 レンキルレートもダリウスの方が高く 52.6% となっています。ルーンは、レネクトンはプレスアタック、ダリウスは征服者です。勝敗は CS 差が30つくか2キル差つくかにします。11レベルまで何事もなければ引き分けです。このマッチアップはどうすかね。レネクトン恐ろしいほど勝率低いけど、そんなに戦えないもんなのかな。と意外だよね。なんか別に全然互角に戦えそうなイメージがあったから、なんでだろう。長いこと殴り合ったらダリウスの方が強いよね、どう考えても。まあ確かにね、スタック溜まってからは、うん、だからスタック溜めさせないようにしながら戦うんだろうね、レネクトンは、うん、ういレネクトンはとにかく自分のヒューリーを食べながらって感じだね。当たった、最悪。まあダイレクトの Q の先端に当たったらまあ負けですからどう頑張ってもダメージトレード勝てなくなっちゃうから。あいかん。ああ、ポーション押したけど発動しなかった。あれ、ああいうのスタン入れてから逃げるか悩むんだよな。わかる。ああ、普通に負けた。強かったダリウス。やば、レベル3になってからダリウス強いな。あの、去り際にダリウスの E に当たっちゃうと今みたいな感じで死ぬね。そうね。ちょうどうまい具合のタイミングでレベルが3になったから、ね、だからやっぱレベル3になってからなんだよな。レネクトンもダブル入れてからじゃないとね、帰ってこれないダブル入れてから E で帰らないと一方通行か。あ、帰り際のブリンクにダリウスの E 当てられちゃって帰ってこれなくなっちゃうから、こんな感じにダフル当ててスタンしてる間に帰ってこなきゃいけないんだよね。アンパ怪しいダメージトレードだな、やっぱ、ね、1キル取られたしな。死に持ってるからもう無理だな。ワンコンだよなこれ。多分ワンコンやですね。ワンコンだよな。行ってみるか。ほら。いけ。やった。ダリウスさん、さっきウルト使ってたから。あ、いいの2回目出る寸前に終わっちゃった。逃げろー、うん、どうしろと。このヒューリウルト使ってからも突っ込んでいいな。別にこれウルト使ったらかなり硬くなるイメージがあるけど、
使ってから入っていいんだな。いて。いやん。あー一撃も入れてねえからこっちのキルになってない。あー下手くそだったな。はい、2回戦スタート。さっきの試合からの学びは体力100-100だと勝てないってことだね。マリンさんはワニの Q に体力回復がついてるんで Q をぶん回しながらね使うんでしょうね。このチャンピオンは入ってみますか。ほら、あ、間違えた。あー足りねえのかよあれで足りないの。このワニ弱くね。殺しきれないな。ちくしょう、今ヒューリー溜まってもな。ウェイウェイ2回オフリンシンと殺せねえな。うーし勝てたぞまあさすがにキルサつくからね。勝てたぞ。いやーやりようにやっぱよりますな。うん、いやまあヒューリーが溜まってたエリアこのチャンピオンダメージ出るな。やっぱヒューリーゲージさえちゃんと溜めとけばタック管理をせんと簡単ね。ダメージが出るこの場に。じゃあ3試合目いくぞーい。ういー相手なんで、あーちそそうか出血か鬱陶しいったらねえなダリウスあるあるじゃんいてーマジかよ。あら、あれしたダメすぎイグナイト持ってんのすぐ忘れんだよなそれダメすぎだわあのさん CS の差が、うん、あやべ30つくぞこれあれ、まあ、キル差がオールインしてあいつを殺さないと。え、勝ったな。え、なんかすごい場所にダブル出なかった今。あー今ダブルミニオンに出たな。ウェイ。ああ、やっぱり9見てから食べてるな。いや、舐めたダリウスは殺せますな。あれは勝てんわ。ヒューリーガールド強いんだよな、やっぱ。うん。ダリウス、スタック溜まる前まではそんな強くないもんね。そうだね。強いのは9の先っぽとさ、スタック溜まってからの AA がほんと強いだけでさ。タック溜まってなければ、まあ、旧先端も、まあ、当たらん方がいいけど、まあ、一発当たる分には、まあね、確かに。いや、勝ちましたね。今回の勝者は、ルネクトンです。勝てちゃいましたな。あ、やっぱ、
OPGG の勝率ってとかってのはやっぱチャンピオンの対策ができてないと話が始まらないんだな、うん、今回の勝因はどうですかね。舐め腐った体力が減ったダリウスはワンコンにできるってことが分かりましたね。でも逆に舐めてくれなかったら1キルも取れないよねその子。あー痛え、うん、まあ、ね、まあそれはそうだろ。それ勝手にフューリー溜まってくのいいね。ウルトはねずっと溜まってく。だから早めに使った方がいいんだけど、早めに使うと逃げられるんだよな。この辺の兼ね合い難しいところ。気をつけるのはダリウスのスタックとレネクトンのヒューリー、お互いにこう溜まった状態から戦うと負けるって感じだね。そんな感じやな。はい、これからもマッチアップ動画作っていくのでぜひフォローしてください。何かこれ対これやってほしいとかリクエストあったら練習するんでコメントお願いします。ではでは。